歩き人チャンネルの視聴者の皆さん、こんにちは。サーディカン、タイのコンケーンという町にやってきました。タイ国鉄のコンケーン駅前ですね。駅前に市場があって、コンケーンは結構大きな町ですね。国鉄の列車乗ってるとこの辺り結構ひなびた風景が続くんですけども、なんか田んぼに牛がいたりとか、非常にこうなんか辺境の地っていう感じもするんですけど、ただこのコンケーンとあとウドンタニーってところは結構大きな街ですね。高いビルとかもたくさんあって、大都市って感じです。昨日はですね、その国鉄の、東北線の、ノンカイ駅まで来まして、でノンカイから、ラオス行きの国際列車があるんですよ。国際列車といっても一駅なんですけども、川を渡って向こう側がラオスなんですね。でパスポートね、パスポート今の、ありますよね。日本国旅券ってね。でパスポート見せて、スタンプをね、バシンと、ラオスですね、入国しまして、タナレーンって決まりに行きました。タナレーンはですね、ラオスの首都ビエンチャンの市街地から離れてるので、しょぼい駅なんですけども、私鉄道が好きなんで、タナレーンまで行って、それでね、トンボ帰りでまたタイに戻ってきたんですけど、自分にとってタイって外国なんですよ。だけどさ、言葉も通じないし、でもさ、ラオスはそのさらにその上を行く異国の地って感じがするんで、その異国の地であるラオスからタイに戻ってきた時、ああなんか戻ってきたなみたいな、タイ語わかんないですけど、でもなんか戻ってきたなみたいな感じがして、あれ何なんだろうなみたいな、なんだろうこの落ち着いた気持ちは一体何なんだろうか。やっぱり自分はなんだかんだ言ってもやっぱ日本人なので、やっぱ日本語使ってますから、やっぱり日本にいる時が一番落ち着くとは思うんだけど、でもね、なんかそういうのはあんま好きじゃないね。やっぱり自分は日本人だとかさ、あるいは男だとか、誰かの子供であるとかね、とかそういうこのコミュニティではなくて、やっぱり個人でありたいなと思います。とにかく個人として生きたい。だから、人は、人っていうのはやっぱり自由で孤独な、自由で孤独なのがやっぱり本質だと思うんですよ。だけどやっぱり人ってコミュニティを作る生き物でもあるから、そのコミュニティを形にしたものが国家ですよね。国家なんだけど、でもやっぱりいろんな国家を渡り歩くことによって、やっぱりその日本っていうものもそれほど重要じゃなくなるかなみたいな、それは日本人なんでね、日本っていう国家に愛着はあるけど、でも、それはそれとして、やっぱり自分はもうその独立した個人として、いいなっていうのを改めて思いました。タイ来ましたけども、タイ以外の国もね、もっといろんな国に行ってみたいなと思ってます。タイのコンケーンでした。ありがとうございました。